に入るなよ。今から空気の乱れをチェックします。乱れた痕跡を見つけた場合は余さず学校に報告します。まずは引き出しチェック。何？男の子の机の引き出しの奥からはいかがわしい何かが出てくることもあるってお姉ちゃんが。あんなものに。だろうな。だがしかし会長が来てからはその類のものはクローゼットに移したからな、いかがわしいものなぞ出てくるわけが。やあ近藤さん。ちょっと何よこれ。俺は知らん。いや待てよ、そうだそれは前にミスミ姉からもらったものを受け取って。なぜここに。いざという時のために取り出しやすいところに置いたんだ。燃料を投下しないでください。